はいどうも、カンパニ長です。じゃあ今日はなんかね、一日このなんかパリッとしない感じでこう来ちゃいまして、最後はどうだろう、もう WBC 終わって、まあ今シーズンインしてるこの野球の話、久しぶりに、ね、大谷翔平選手の、あ、ちなみに僕はほら WBC の時もちゃんとっておかしいけど、野球にわかですから僕はね、あの野球のこのプレー云々ね、大谷選手が野球人としてどれだけすごいのかっていう話は正直僕にはもうわからないんで、ね、なんとなくすごい人なんだろうなと、すごい人が集まる、ね、このメジャーの中でも相当すごいレベルなんだろうなっていうのはなんとなくわかるんですけど、細かくはわかんないです。で、だからまあそうじゃない、なんかこの野球、まあ、野球関係ない話じゃないんですけどもね、例えばなんかこの大谷選手がこの兜、あの子供の日とかに飾るあの兜、鎧兜の兜あるじゃないですか、戦国武将のね、あれをなんか試合中、なんか今季オープニングからあの初戦からなんか使うつもりだったっぽいんですけども、なんかあのホームランを打ったら、このエンゼルスはなんかあの 帽子かな、ハット、カウボーイハットじゃなかったっけ、打った打者にかぶせてなんかこの記念撮影みたいな、なんかそういう、なんていうのかな、このチームのこの活躍した人間をこうね、うわーって、ね、チーム全体でこの盛り上がっていく、なんかそういうことをやってた、多分見てた人はご存知だと思うんですけど、これがハットやめて、日本のこの鎧兜のこの兜にしようみたいな、まあ、そういうのがあって、で大谷選手がなんかこれ自腹切ったって書かれてるけどね、30万円以上する、これあのなんかあのよくこのドンキとかで売ってるさ、なんかこのコスチューム、あーなんかチャラいんじゃなくて、あの本格的な本物のこの、鎧兜作るその職人さんのところ、工房か、甲冑工房、なんか鹿児島 の会社さんというか工房らしいんですけどもに発注して作ってもらったっていう、なんか、うん、実際確かな一品らしいんですけども、でそれをなんかそのホームランセレブレーションっていうんですかね、戦国武将の兜を使って、これ大谷選手が用意した、工房でね、その作ってもらった一品なんだぜっていうのがちょっとニュースになってたんで、面白いことやるなと思って、これ多分見た方いらっしゃいますよね、あなた見ました、僕はたまたま見てたんですけど、あのトラウト選手がほらツーラン放った時ですよね、この打者にね、この今まではカーボーイハットをかぶせていたんですけども、今季はこれまで NBA の、さっき王者のウォリアーズのロゴ入り麦わら帽子、で、本拠開幕戦のこの日にベンチに用意されていたのは、日本でほら端午の節句なんかに、この飾られるこの兜だったっていうのがニュースになってたんですよね。で、現地報道によると大谷翔平選手が用意したというものですよと、一品ですよと、で作ったのはこの甲冑工房丸竹産業さんっていうものかな、鹿児島薩摩にある鹿児島県の会社さんらしいんですけども、兜とか銅とかコテとか一式だと77万するらしいんですけど、兜だけだと33万だしですね、兜で半分するんだね。でまあなんかこのスタッフ、この取材に応じてくれて、この作った工房のね、有名武将の甲冑がモチーフではなくオリジナルだそうですね。でこの甲冑の代理店と、球団がやり取りして、中央に獅子があしらわれた兜が海を渡ってエンゼルスでね、使われてるらしいですね。へえ、オリジナル制作も承ってるんですね。へえ、なんかちょっと面白いですね。でね、僕はこっちの方がちょっとなんかね、えっていう感じだったんですけども、ついにね、この大谷翔平選手のね、奥さんが決まるみたいな、冗談ですよ、結論から言うとね。エンゼルスの確か開幕戦じゃなかったかな、なんか昨日だか一昨日だか、ね、最近なんかちょっと改めてなんかクローズアップされてこんな人いたんだみたいな話題になってましたけども、なんかよく結構こういう感じでアピールじゃないけど、応援ですよね、声援の一つなのかな、いやどのスポーツでもなんかこういうパフォーマンスみたいな、そういう人って見受けられますよね。なんかこの
漢字で、結婚して翔平ってこの書かれたボードを掲げて、まあ、そういうこの女性がまあ発見されてね、うん、で確か大谷翔平選手それ見てなんか反応してくれたっつってなんか喜んでたんですよね、この女性がね、うん、面白いですよね、うん、まあなんかこれをやるためにね、このわざわざ日本語この漢字を、ね、練習してこの書いたんだろうなって思うとなんか、うん、まあ、応援したくなるっていうのとはちょっと違うんですけども、うん、まあなんか反応してくれたらしくて、ね、よかったですねっていう、まあ、ただそれだけなんですけども、うん、そうですね、大谷翔平選手はいつ頃どんな感じの人と結婚されるんでしょうね、いらんお世話なのは承知なんですけども、結構ほら WBC の時も、ね、じゃあ優勝しましたっつったらなんか、まあ、家族がね、出迎えじゃないですけども、なんかその祝福するっていう、なんか優勝をたたえるみたいな、ね、うん、家庭がある方のなんかそういうこの注目されてたこの選手とも何人もいたじゃないですか。何年後かにはね、この、まあ、次の大会、ね、まあまあ、おそらく大谷翔平選手まだ多分招集かかると思うんですよね、うん、その時はなんかね家族がいらっしゃるんでしょうかね、わからないですけども、うん、どういう人がふさわしいと思います、まあ、それこそいらんお世話でどうでもいい話っちゃどうでもいい話なんですけども、ね、うん、結構なんかこの間の WBC でいや別にだからダメとかねそういうこと言うつもりはないですよ、傾向としてやっぱりなんかこの芸能界ね、なんか元アイドルだった人とか結構なんか注目されてたりしませんでしたっけ、うん、それはいいとか悪いとか言うつもりはないんですけども、大谷翔平選手はなんかそういう感じにはなんかならなさそうじゃないですか、うん、なんか昔からのこの幼馴染とか、あとはなんか同じ元プロアスリートとかね、うん、少なくともなんか野球への理解がまず来る感じじゃないとなんか大変そうっすよね、てかどうん、これだけもう世界的なこのね大スターになっちゃうと、大谷翔平選手がの奥さんってなったらもう それだけで相当なプレッシャー日本人的な感覚の持ち主だったらもう私みたいなね無理ですって、どんだけ大谷翔平選手がもうガチ一目惚れとかっていう相手だったとしてもね、なんか恐れ多すぎて辞退するなんていう人ももしかしたら出てきちゃうかもしれないですよね、うん、いやもう本当いらんお世話ですね、すいませんでした、ぜひねこのなんか結構活躍されてるじゃないですか、大谷選手試合でねコンスタントに打ってますよね、うん、まあぜひこのピッチャーとしてもね、この打席 DH でもね、もう怪我なく頑張ってねシーズンね走り抜けてもらいたいですね、今回以上でされてございました、ではまたごきげんよう。